Welcome to the Mijo Show. Today we are at Jimbocho, lovely place. We'd like to show you guys around really cool bookstores and like curry heaven. But on today's episode, I'm going to recommend an exhibition of Mayama-san. If you don't know who he is, he's actually a really famous photographer. He's done covers for Japanese idols, artists, and musicians. Without further ado, we have finally arrived at the exhibition. なんか今回はヌードで、ヌードがヌードさんのイコイちゃんです。はい。で、今回の展示の13点の中の4点彼女がモデルになってくれた。全員で4人のモデルさんがいて、でそれぞれこう何点かずつ展示してて、初めてですか？そう、その時初めて撮らせてもらった。何ですかね、なんかこうやっぱどの人とも、うん、やっぱ初めての時ってなんかこう緊張するんで、うん、でもやっぱり結構いい緊張感の中でできたかなと思います。前山さん、優しかった？優しかったです。すみません。優しいです。本当に正直僕は黒いキャンバスっていう真っ黒の布っきれを、まあスタジオみたいなところで黒布を垂らしてライトを立てて、うん、で言ってみれば黒いキャンバスに彼女らの体を使って白い絵の具でバッて絵を描くように、イメージはそういうことなわけ。だからもうインクをベトって投げてパッと広がったものが自分の中に彼女たちを使ってこう表現しよう。そうだから僕にとって彼女らは絵の具なわけよ、白い絵の具で。でその光を当てることはブラシになる。そんな感じかな。とりあえずずっと動いてもらったり、こうわけのわからんポーズとかになってるけど、僕はもう袋の中に絵を描いてるようなもんだから、全然喋れない。文字は描きたかったけど、すんなり読めない方がいいかなと思って、で絵にしたかったのね、うん、絵のグラフィックとしてどうしても文字を描きたかったわけ、うん、でせっかく書くなら意味をこう含ませて潜んでるじゃん、うん、フランス語読める人にはスルッと読まれちゃうんだろうけど、まあ、普通一般的には読めないから、あえてなんか絵の一部なのね、写真というか、まあ、写真の一部というか、カメラは、撮影するときは3種類ぐらいで撮って、で、全部現像して写真をこう比較したときに、なんかイメージを統一しやすかったので、もう1台のカメラで1本のレンズで撮ったこのオリンパスペンの17ミリ付きだけで撮ってる、これだけ。そうだから、そう自分がそう育ったらフィルムだしアナログで育ったんで、20何年前、僕が20代の時に撮ってた写真がこんな写真だったの。フィルムで高感度で暗いところでモデルをぶらしたりぼかしたりしながら、なんかかっこいい写真を目指してて、でこの年になってやっぱ写真にこういろんな意味を乗せたくなって、スピード感がもうデジタルに慣れちゃったから、うん、どうしてもフィルム買って現像して、で引き伸ばしを自分の自宅でして、で大きい伸ばすのは今度はラボに出してみたいなことを、その展開がねすごいやっぱどうしても今時間かかるし、で欲しい印画紙がないのよ。デジタルで始めた人ってフィルムでの理想系がないから、うん、自由にこう本当に自分の思い通りに写真を作っていくのね、うん、まあなくなるからね、本当はね。けどそれを自分でさえ大変なのは分かってるからやれとは思わないけどね、うん、まあ、今できるベストっていうのが何だろうっていうのは
尽くした方がいいかなという気がするけど、撮るのもイージーだし、出力もイージーだし、で結果もイージーなわけだから、みんな撮るときはすっごい努力する、もう時間もかけるわ、もういろんな努力するのに、アウトプットがすごい雑だから、僕ら印画紙でこう焼いてて、こう、ああ暗い明るい、すごい細かく手をかけてたね、手仕事だったから。で今ボタンパシンと押せばビーって出てくるじゃん、イージーだから、そこだけ手が抜けてる人が多いよね。デジタルデータ作ってもプリンターの人はよく作り直したりしてるらしいのね、レタッチがひどすぎて。でモニターでしか見てないと平気なんだけど、僕みたいに大きく伸ばすと、やったこと全部バレちゃうわけよ、ということは撮る時の自分のポテンシャルとかその全部出てくるんで大変だけどね、メッセージ例えば今なんか、まあ、生で見に来てほしい、ね、これね全然違うでしょ、そうもちろんもちろんね、多分大きさとかね、大きさとかね、でそのディティールマテリアルも見てほしいんだよね、あとそのアナログで書いた字文字がね、筆で自分で下手くそな字をフランス語でこう書いてまあそんなことないよ、結構失敗したらどうしようと思いながらすごい緊張しながら書いた、真山さんでした、はい、こちらです、バイバイ、ありがとうございます